郵便貯金2007年10月1日に実施された郵政民営改善に郵便貯金法に基づき日本政府、日本郵政公社が行っていた貯金の受け入れ事業のこと2007年10月1日以降では郵政民営改善に預け入れされた定額郵便貯金、定期郵便貯金など定期性郵便貯金の 日本政府による保障を継続させるため株式、会社有貯銀行に承継されず、独立行政法人郵便貯金管理生命、保険管理、郵便局ネットワーク支援機構に承継された貯金のこと。民営化時点で約131兆円。なお、郵政民営化以前に預け入れされていた通常郵便貯金、通常貯蓄郵便貯金は民営化時点で、 ゆうちょ銀行に承継されており、郵便貯金ではなくなった。また、民営化以降に、ゆうちょ銀行、郵便局で取り扱われている貯金は、ゆうちょ銀行の貯金となり、郵便貯金ではない。民営化後のゆうちょ銀行で提供している、預金の相性は、郵便貯金ではなく、貯金であるものの、ゆうちょ銀行という業名であることも気にし、一般には、国営時代と同様に、 郵便貯金と俗称されることも多い。ただし、これは厳密には誤りである。民営改善の郵便貯金の看板。現在このクローバーマークは廃止されているが、郵貯銀行の預金通帳、キャッシュカード、封筒にはこのマークをモチーフにしたシルエットが描かれている。郵便貯金は郵便貯金法に基づき、簡易で確実な貯蓄の手段として、 あまねく公平に利用させることによって国民の経済生活の安定を図りその福祉を増進することとして校舎改善は郵政大臣が管理する国の事業校舎化後は日本郵政公社が行う事業であった2万4000を超える日本全国の郵便局で取扱いが行われていること日本国政府による政府保障があること 預け入れに1000万円の限度額が設けられていること等、他の民間金融機関にはない特徴があった。1875年5月2日に、日本近代郵便の父として知られる、前島ひそかによって導入された。前島は、日本での郵便制度導入にあたり、イギリスの郵便制度を現地で調査したとき、郵便局が、郵便だけではなく、交わせ、 貯金業務も行っていることを学んだ。そこで、日本への郵便制度導入と同時に、為替と郵便貯金を合わせて取り扱うことを考えた。制度創設当初、従来の比較に代わる郵便と送金を目的とした、為替に対する国民の需要は高かったが、郵便貯金についてはなかなか集まらなかった。これは、当時の国民にとって、 貯金という概念がなかったためである。このことから、前島は、翌1876年、浄土新州の僧侶、島地木来の元を訪れ、一般庶民への貯蓄思想の普及を懇願したが、日本人の気質に合わないということで断られてしまった。また、当時の新聞には、民間の金融機関の普通預金金利に対して、郵便貯金の東西預金金利が低い、 と批判されたこともあった。公務員に対して10から30銭のボーナスを与えて、これを強制的に郵便局へ貯金させたり、貯金紹介者に対しても強制貯金用の資金を提供して、郵便貯金の資金を増やそうとしたが、貯金を継続するものはわずか2から3割にも満たなかった。そこで、前島は貯蓄によって、 老人や子供を養うことができるという点に着目し、貯蓄の道徳についてを、小学校の教育に取り入れることを発案した。このような積極的な活動を通じて、徐々に庶民の間に貯蓄思想が普及し、郵便貯金の資金は徐々に増大し、貯蓄率も1887年頃から増加するようになった。しかし、せっかく集められた。 郵便貯金の資金運用先が見つからなかった。大蔵省国際局に申し入れたが断られてしまった。ため、東京化は世界社に担保を提供し、なんとか委託を頼み込んだ。その後、同様に、第一国立銀行と大蔵省国際局も郵便貯金の資金運用を始めた。1885年からは、新たに設置された大蔵省預金部に、 郵便貯金の資金が予託されるようになり、その大半が国債に運用されるようになった。1907年以降から大倉省預金部の運用は国債ばかりではなく特殊銀行債や社会資本の整備など財政の分野でも活用されるようになり、後の財政等融資の基礎となった。郵便貯金は預け入れ限度額の引上げや新しい商品の提供など、 国民にとって身近な貯蓄金融機関としての役割を果たすため、サービス内容を充実させていった結果、全国にある郵便局で利用ができること、政府による保障があること、ローリスクローリターンの金融商品を扱っていることが評価され、国民から多くの資金を集めることに成功した。その結果、郵便貯金は、 世界最大の預金残高を持つ巨大金融機関にまで成長を果たし世界各国から認知されるようになっていった。しかし一方でそのような巨大な金融機関を政府が保有していることや豊富な資金力が民間へ提供されていないことが批判されるようになり簡易保険と同様に民営化を求める声が高まっていった。2003年4月1日には 郵便貯金は日本郵政公社が取り扱う事業となり2007年10月1日に日本郵政公社が分社化民営化されて発足した日本郵政グループのグループ会社である郵貯銀行へその業務が引き継がれたこれにより130年余りにわたって運営されてきた郵便貯金の歴史に幕が下ろされたただし郵貯銀行に引き継がれたのは 2007年9月30日の終わり時点での流動性の貯金であった通常、郵便貯金などであり、定期性貯金等、それ以外の貯金は、独立行政法人郵便貯金簡易生命、保険管理、郵便局ネットワーク支援機構に引き継がれている。また、郵貯銀行が行っている預金サービスは、貯金であり、郵便貯金ではない。郵便貯金創業当初、 貯金を取り扱う機関が他に存在しないため、単に貯金といえば、現在の郵便貯金を指していた。しかし、民間金融機関の出現により、1880年3月に、液定局貯金という名称が導入された。液定局は、当時の郵便局の名称である。その後、1887年4月に、郵便貯金預かり所貯金と解消し、 1890年8月13日に、翌1891年1月から施行される、郵便貯金条例が制定され、以後、郵便貯金という名称が使われることとなった。郵便貯金は、郵便貯金法第1条により、簡易で確実な貯蓄の手段として、あまねく公平に利用させることと規定されていたことから、後者が、貯金一人扱い郵便局として定めた。 郵便局を除き、日本全国すべての郵便局の貯金窓口において、取扱いが行われた。一人扱い局して指定された、郵便局では、郵便貯金業務を取り扱わない旨の掲示が行われた。簡易郵便局では、農協の店舗に併設されている簡易局などで、郵便貯金業務の全部または一部を受託しておらず、取り扱わない簡易局が存在した。 郵便貯金法第10条により、郵便貯金のうち通常郵便貯金、通常貯蓄郵便貯金、積立郵便貯金、教育積立郵便貯金、定額郵便貯金、定期郵便貯金については合算して一応金者につき1000万円の預け入れ限度額が存在した。このうち、教育積立郵便貯金については1000万円の限度額内で200万円という制限があった。 住宅積立郵便貯金、財形定額郵便貯金、財形住宅定額郵便貯金、財形年金定額郵便貯金については、1000万円の限度額とは別枠で預け入れすることができ、住宅積立については50万円、財形、財経住宅は550万円、財形年金は、財形の550万円の限度額内で385万円の、 限度額がそれぞれ設けられていた。例えば、預金者 A が1000万円の定額郵便貯金を預け入れした場合、積立、教育積立、定期郵便貯金は一切預け入れすることができないが、住宅積立、財形をすることは可能であった。通常郵便貯金については、通常郵便貯金と同一記号番号である、郵便振替講座を開設し、かつ、 移り替い基準額を0円とすれば利用することは可能である。これは、移り替い基準額0円の通常郵便貯金は全額郵便振り替えの預かり金として制度上は管理されるため郵便貯金の預け入れ限度額に関係しないためである。なお、預金者 A の定額郵便貯金1000万円が預け入れ日から10年経ち満期を迎えた場合、 利息がついた上で全額が通常郵便貯金となるが、この利息分全額が1000万円を超えるため、限度額超過となり、速やかに預金者 A は、限額をしなければならなかった。そもそも、預け入れ限度額は、郵便貯金創設当初より存在しており、当初は、年間総額元利合わせて500円であった。1881年から、 預け入れ限度額という制度が撤廃されたが、1891年1月に復活し、郵政民営化以降も、郵便貯金とその更新の株式会社郵貯銀行には、預け入れ限度額が存在している。なお、戦後の預け入れ限度額の変遷を見てみると、1952年の時点で10万円、1955年に20万円、 1962年に50万円、1965年に100万円、1972年に150万円、1973年に300万円、1990年に700万円、そして1992年に1000万円へ段階的に引き上げられてきた。民営化後の上限額は、郵政管理、支援機構移管分と、ゆうちょ銀行での取引の合算額が、 貯金限度額とされている。ゆうちょ銀行以降後の2016年4月より、限度額が1300万円に引き上げられているが、民営化前の貯金取引となる優勢管理、支援機構に移管された分の取引は1000万円までのままとされ、ゆうちょ銀行の取引と合算して1300万円となっている。2019年4月より、通常貯金。 定期性貯金のおのおので1300万円までが上限となり、合計2600万まで預け入れることが可能となった。なお、限度額超過が発生した場合は、現場を管轄する貯金事務センター長の名前で、限度額を超えない範囲まで引き出す、要、通知文書が送付される場合がある。郵便貯金法第10条第1項正し書きにより、総務大臣が、 一般の金融機関がない市町村の区域として、告示する区域に主たる、事務所を所在する、所得税法別表第1第1号の表に掲げる、法人、労働組合、国家公務員法第108条の2第1項の、職員団体、地方公務員法第52条第1項の職員、団体、社会福祉法、第2条に規定する、社会福祉事業を経営する営利を目的としない、 団体については、預け入れ限度額1000万円の適用がなされなかった。総務大臣が一般の金融機関がない市町村の区域として指定した町村は次の通りであった。郵便貯金法第11条により、郵便貯金の預け入れ総額が限度額を超過した場合、公社がその旨を預金者に通知し、預金者は限度額以内になるよう減額しなければならないと。 規定されていた。しかし、校舎が通知を発した日から1ヶ月以内に預金者が減額をしなかった場合、校舎によって限度額以内になるよう、預け入れされた貯金の一部で日本国債の強制購入が行われた。民営化後も、優勢管理、支援機構に移管された取引分については、郵便貯金法第11条の内容を、 経過措置扱いで引き続き適用させる形で、同様に国債購入により、貯金残高を減額させる形をとっている。郵便貯金法第3条により、郵便貯金として預け入れされた、貯金の払い戻し及びその貯金の利子の支払いにかかる、公社の債務は、日本政府により保障された。このため、公社は、預金保険機構に加盟をしていなかった。 郵政民営化に伴い、郵政民営改善に預け入れされた、定額郵便貯金などの定期性郵便貯金は、すべて独立行政法人郵便貯金簡易生命、保険管理、郵便局ネットワーク支援機構に承継され、満期後10年間は、政府保障が継続される一方、通常郵便貯金、通常貯蓄郵便貯金については民営化時点で、 預金保険機構に加盟している株式会社ゆうちょ銀行へ承継され政府保障がなくなった。また、郵便貯金法第6条により郵便貯金に関する文書類には印紙税が課されなかった。ただし民間金融機関であっても信用銀行、労働銀行及び農業協同組合等の信用事業については 印紙税法第5条が正し書きにて規定する、金融機関により発行される通帳に対して、印紙税が免除されていることが多く、この特典は、郵便貯金に限るものではなかった。郵便貯金法第12条により、郵便貯金法第12条の2で規定されたよう、介護者が預け入れする、定期郵便貯金を除き、校舎が定める利率でしか預け入れの受付をすることが、できず、 金利優遇キャンペーンなどをすることができなかった。郵便貯金法第16条、第17条により、通常郵便貯金及び通常貯蓄郵便貯金については一預金者につき、それぞれ一冊しか通帳を持ってはならないと規定されていた。この規定に基づき、かつては通常郵便貯金、国際ボランティア貯金申し込み通常郵便貯金、通常貯蓄郵便貯金、 I 型、国際ボランティア貯金申し込み通常貯蓄郵便、貯金。I 型、通常貯蓄郵便貯金。通型、国際ボランティア貯金申し込み通常貯蓄郵便、貯金。通型の最大6冊が一応勤者につき保有できる。最大通調冊数であったが、2005年4月3日より、通常貯蓄郵便貯金 I2 型の統合と、国際ボランティア貯金申し込みの有無について別に、 新規預け入れができなくなり、一預金者につき4冊までしか保有できなくなった。ただし、団体取扱いをする通常郵便貯金と、確定拠出年金通常郵便貯金については、殺数制限の規定が適用されなかった。なお、積立郵便貯金通帳については、殺数制限がなく、定額、定期郵便貯金証書については、 殺数制限自体は設けられていなかった。郵便貯金法第29条により10年間預け払いが行われなかった。郵便貯金については当該貯金を所管する貯金事務センターから預金者に対し口座の利用を求める通知書を郵送し、その後2ヶ月経過しても利用がなかった場合、休眠口座として受け取り権利が消滅し全額国庫へ納入された。 しかし、1995年4月より、10年間預け払いや、隠し届出が行われなかった、郵便貯金は、全額を払い戻した上で口座を閉鎖する請求しか、できない貯金となり、さらに10年が経過すると、現母所管庁から預金者に対し、権利消滅のご案内が郵送され、その後2ヶ月経過しても利用がなかった場合、当該貯金は、権利消滅し、 全額国庫へ納入された。郵便貯金法第31条により、校舎は、災害発生時、被災者に対して、一定期間、指定した郵便局において、便宜の取扱いをすることができると定めていた。これは、1923年9月1日の関東、大震災発生時、9月3日より、通帳を、預け入れ局に持参した場合は、全額、 他のつぼねでは1日30円、通帳がない場合は1日10円の払い戻しに応じる。印鑑がない場合、母院による取扱いを認める便宜の取り扱いを開始したことを発端としている。これにより、郵便貯金の預金者が地震、台風、大雪などの天災で被災し、公社が便宜の取り扱いをする旨工事した場合、被災者は、 通帳や届け出印を紛失した場合であっても、校舎所定の手続きをすることで、払い戻し請求をすることができた。貯金事務センター、機構、番号郵便貯金は、民間金融機関のように、各本支店で、口座管理をしておらず、各地域ごとに設けられた、貯金事務センターで、管理されていた。このため、他行の口座番号は、銀行支店、普通預金、 1234,567となっているが、郵便貯金の口座番号は5桁の記号と最大8桁の番号という独自のものを用いるとともに、支店単位での管理を行わないため、公主団体貯金を除き、全国どこの郵便局においても預け払い、各種請求ができるようになっていた。郵便貯金の希望、番号の体系は次の通りとなっていた。 記号は5桁の数字と決まっており、1桁目と5桁目は、後者が指定した数字で、その数字は下に記した表の通りである。2.3桁目は、口座番号と貯金事務センターの項で示す、付見番号、4桁目は、チェックディジットとなっている。番号は、最大で8桁の数字であり、末尾の数字が、後者によって決められている貯金と決められていない貯金がある。 下に記した表では、決められている貯金についてはその数字を、決められていないものは、指定なしと記す。通帳証書への副印員表示優勢民営化の時点で、民間金融機関の多くでは副印員制度が廃止されていたが、郵便貯金を呼び、郵貯銀行では、払い戻しや、各種手続きに、この副印員表示をもって、称号を行う方法であり、 郵便貯金の通帳、証書には副印鑑表示が存続していた。副印鑑表示がない通帳、証書は郵便局窓口で印鑑照合をすることができず、払い戻しや隠し手続きができないため、会員、印鑑再登録の手続きをしなければならない。長年、通帳、証書への副印鑑表示は預金者の届け出印を直接応印しただけで、 平成期以降スキャナなどで因縁を複写することが容易となり印象偽造による不正引き出しの恐れがあった。2005年前後より1990年代前半から都市銀行など一部の民間金融機関で導入されていたラミネートシールに得意なホログラムを施した印鑑保護シールが貯金窓口へ配備され貯金通帳 少書の新規発行や繰り越し時に保護シールが重複されるようになった。その後、誘致銀行となった2011年中に、意味へのオンライン化が完了した通帳から、CTM 上で、現場上の届け出印を表示、印象称号するシステムが導入が検討され、2013年6月3日以降、システム上への印鑑登録を兼ねた。 副印鑑廃止の書類を記入の上で、印鑑登録がされていることを窓口で確認したものから、副印鑑が剥がされるようになった。財経貯蓄定額貯金の各種証書内紙は、証書の各種保管証については、2018年1月4日より、副印鑑廃止が実施された。これらは、郵政管理、支援機構扱いの郵便貯金にも、当然に適用される。 キャッシュサービス三菱東京 UFJ 銀行 ATM の横に並んでいる郵便貯金 ATM 郵便貯金キャッシュサービスの名称で1980年2月に郵便貯金の払い戻しのみが可能な自動支払機の設置を開始し翌1981年3月23日からは預け入れも可能となる自動預け払い区の設置も開始された 民間金融機関同様、店舗内のみならず店舗外にも設置されていた。一般的な金融機関では、キャッシュカードを ATM に挿入しなければ、払い戻し請求をすることができないが、校舎設置 ATM で郵便貯金を払い戻す場合、キャッシュカードを使用せず、通帳のみを ATM に挿入するだけで、払い戻し請求をすることができた。郵便貯金キャッシュサービスでは、 通常郵便貯金の預け払いのみならず、定額定期郵便貯金の預け入れ、郵便振替口座への通常を払い込み、相互送金定携民間金融機関への振り込み、簡易生命保険の取扱い、民間金融機関やクレジットカード会社の入出金サービスを利用することができた。民間金融機関では、時間外手数料を、時効口座への預け払いであっても徴収するところが、 あるが、校舎が設置した、郵便貯金キャッシュサービスで、郵便貯金に預け払いをした場合、一切手数料は徴収されなかった。1991年4月7日からは、ホリデーサービスと称して都市部や大規模郵便局などに、設置された ATM を日曜、休日にも稼働されるようになったが、1月1日から3日、5月3日から5日は、稼働停止とされていた。 キャッシュカードは突販印刷、共同印刷、日立マクセル等により製造され、磁気ストライプ式でエンボスにより貯金記号、番号と預金者名が打刻されていたが、2006年10月2日より NTT データによる IC チップ式のエンボスレスカードが発行されるようになった。IC キャッシュカードについては、エディ付けのものも選択可能であったが、 これまで国際ボランティア貯金利用者には専用のキャッシュカードを発行したり、通常貯蓄貯金利用者に対しては、郵政省時代のものを含む在庫が余っていた旧デザインのキャッシュカードを発行するなどして、現行ない市は、そのすぐ前のカードのデザインではないものを発行するなど、通常郵便貯金のキャッシュカードとの区別を図るようにしていたが、IC キャッシュカードの標準化により、 この対応を取りやめた。キャッシュカードは預金者本人のカードは、もちろんのこと、代理人カードという預金者が指定した代理人に対しても預金者が請求をすれば、無料でカードが発行された。また、郵便貯金共用カードというキャッシュカードに、クレジットカード等の機能を付加したものも発行されていた。インターネットバンキング開始時期は不明だが、 郵便貯金ホームサービスの名称で電話やファックスを使ったホームバンキングサービスを行っていた2002年3月よりインターネットを用いた郵貯インターネットホームサービスの名称でインターネットバンキングを開始利用には通常郵便貯金及び通常貯蓄貯金については通帳の見開き欄にある郵便振り替え講座解説の部分に機械印字で 丸がついている状態が必須要件となっていた。申し込みには、郵便局の貯金窓口で配布される申し込み書を、現母所轄の貯金事務センターに郵送する必要があった。複数の貯金通帳がある場合でも、一通帳に一つの契約を行う形になっていた。郵便振替講座でもホームサービスを呼び、インターネットホームサービスの契約は可能だったが、 通常郵便貯金や通常貯蓄貯金の場合では、できる取引が一部できない場合もあった。なお、契約自体は、通常郵便貯金や通常貯蓄貯金のような、特段の条件はなかった。郵便振替口座は、キャッシュカードが発行されず ATM、CD を利用できないため、入出金を含む取引はすべて窓口で行う、必要があるが、 当該口座への直接の入出金は依然として窓口でする必要があるものの当該口座から、他口座への振り替えは、ホームサービス及びインターネットホームサービスにより行えるため、通常郵便貯金との振り替えをすることにより、通常郵便貯金のカードや通帳を用いて、ATM、CD による入出金ができるようになるため、郵便振り替え口座の利便性が格段に向上する。 資金運用先郵便貯金に預けられた資産は、長年、大倉省資産運用部に全額予託され、財政等融資の資金として使用された。しかし、2001年4月1日にこの制度は廃止され、総務省、公社により、一般の金融市場において運用されたが、そのほとんどが、日本国債の運用に充てられていた。 有貯銀行民営化に伴う貯金、施設などの取り扱いを参照のこと。郵便貯金法第7条により郵便貯金には、通常郵便貯金、積立郵便貯金、定額郵便貯金、定期郵便貯金、住宅積立郵便貯金、教育積立郵便貯金の6種類があると規定されていたが、校舎により様々な貯金の種類が設定されていた。なお、本校では、 民営化直前期の公社によって提供された商品について述べる。預け払いに特別の条件をつけない郵便貯金であり、給与預け入れ、年金や配当金の自動受け取り、公共料金の自動払い込みを利用することができる民間金融機関の普通預金に相当する商品であった。なお、自由に預け払いができると規定されていたが、 郵便貯金法第32条により、預け払いは10円以上でなければならないと規定され、10円未満の預け払いはできなかった。一冊の通帳で通常郵便貯金と担保定額定給便貯金の預け払いができる、通帳である。担保定額定給便貯金へ預け入れをすることで、払い戻しや自払いで通常貯金残高が不足した、場合、定額。 定期郵便貯金を担保として自動的に貸し付けができる民間金融機関の総合口座に相当する商品であった。講述の新総合通帳、パルルとの違いは通常郵便貯金に郵便振替口座を付帯していないため送金機能がついていない。なお、パルルの冊子であっても見開きページの郵便振替口座解説の項目に機械印字で 丸がついていないものあるいは手書きでチェックが入っていないものはこの通帳の利用と同様で送金機能利用や貯金上限額の超過は不可となっている。逆に郵便貯金総合通帳名の冊子であっても郵便振替口座解説の処理がなされている通帳であれば本来のパルルと同様に利用可能である。通常郵便貯金と同一の記号番号である。 郵便振替講座を開設した通帳である。郵便振替講座を開設することにより、送金機能を通帳に付加することができた。また、郵便振替講座開設時に、移り替え基準額というものを設定し、貯金への預け払いや、振り替え講座への受け払いに関わらず、通帳現在高の内移りえ基準額までの金額を通常貯金の預け入れ金。 基準額を超える金額を郵便振替口座の預かり金として扱った。仮に移り替い基準額を1000万円と設定し、現在高が900万円だった時に150万円を入金した場合、100万円は通常貯金として預け入れされるが、100万円の入金によって移り替い基準額1000万円に到達するため、残りの50万円は、 郵便振替の預かり金となり、当該通帳の現在高は1050万円となる。ちなみに、貯金通帳の表示上は次の行に移りが描く分が、括弧書きで別途表示されていた。これは、郵貯銀行移行後もほぼ同じ対応となっている。移りがえ基準額を適切に設定することにより、限度額超過を抑えることができた。このため、 定額郵便貯金に1000万円を預け入れしている。預金者であっても、移り替え基準額を0円として、新総合通帳を開設すれば、通常貯金を利用することができた。また、1000万円を超える送金が行われても、限度額超過で、送金不能となることなく、問題なく、決済が可能となる。なお、郵便振替の預かり金には、限度額がなく、 一千万円以上の入金が可能であるが預かり金残高に関わらず無利息という特徴がある。民営化後のオートスウィング基準額と類似しているがこちらは一冊の総合口座通帳に付加された通常貯金に対するプライスキャップとなるため厳密には異なる。二千年代前半には十万円以上の送金に対しては 本人確認を要する法律の施行に先立ち、同法に対応した改めての本人確認を要する形が必要になり、日本郵政公社名以降の様式であれば、通帳見開きの下側にある確認と書かれた場所に、丸化が印字されていればすでに行われている形になっているが、ない場合は、貯金窓口での本人確認手続きが必要となっていた。 この対応に関しては、口述の通常貯蓄貯金に対しても同様の対応がなされる。この処理がされていない場合、キャッシュカードを利用した ATM での電信振替の際、報酬後には10万円を超える送金をできなくする形となった。なお、上述した確認の項目に丸屋の印字がないまま民営化後に至った場合でも、副印鑑の廃止手続きと、 本人確認が改めて行われる手続きがある。折には、こちらの手続きも合わせて行われる形で対応するため、その後に、通帳の再発行が行われる際に、丸屋の印字がされる。1992年6月、通常郵便貯金と、通常郵便貯金の2種類が設定された。通常郵便貯金同様、原則、預け払いに、 特別の条件をつけないものの、給与預け入れや、年金や配当金の自動受け取り、公共料金の自動払い込みを利用することができないが、貯蓄型 I は、最終貯金現在高が40万円を超えた場合、貯蓄型 I は20万円を超えた場合、当該日については、通常郵便貯金よりも高い利率を適用する、民間金融機関の貯蓄予貯金に相当する商品であった。 なお、郵政省時代の冊子様式は不明だが、総務省以降の通帳冊子自体は、貯蓄型1、2ともに共通で、印鑑の欄の上部に、貯蓄型2のように印字されて表示されていた。通常郵便貯金同様、同一の記号番号である、郵便振替口座を開設することができ、送金機能の付加も可能であった。また、 通常郵便貯金の払い戻しでは、時間外などであっても手数料を徴収することはなかったが、貯蓄型愛については月6回目以降の払い戻しをすると、手数料が徴収される特徴があった。電信振り替えなどの利用をあるいは限度額を超えて預け入れを希望する場合は、通常郵便貯金同様、通帳の見開きページの郵便振り替え講座解説の欄に、 機械印字で丸がついていることが条件となっていた。無論、通常貯蓄貯金についても移り替え基準額の設定があった。2005年4月3日からは貯蓄型 i、貯蓄型2を統合し、2段階の基準額を設けることによって、通常郵便貯金よりも高い金利を適用するものへとなった。統合に伴い貯蓄型 i と 貯蓄型通は同時に取引ができなくなり、一方の勘定が閉鎖されることになった。これに伴って存続する貯金通帳冊子の再発行は要せず、満行になるまで引き続き使用可能となっていた。ただし、当日の国際ボランティア貯金をいずれか一方でのみ、利用していた場合は、双方で存続が可能となった。1991年3月、 郵便貯金の利子の民間海外援助事業に対する寄付の委託に関する法律に基づき開始された郵便貯金であった。同法第1条では開発途上にある海外の地域の住民の福祉の向上に寄与する等のための援助の充実に資するため郵便貯金の預金者がその利子の寄付を日本郵政公社に委託する制度とあり預金者が通常郵便貯金 通常貯蓄貯金の利息の一部を公社を通じて国内の民間団体が行う海外援助活動に寄付するものであった。加入者が2700万件に達する貯金であったが、郵政民営化に伴い郵便貯金の利子の民間海外援助事業に対する寄付の委託に関する法律が廃止されたため、2007年10月1日以降、 国際ボランティア貯金であった通常郵便貯金、通常貯蓄郵便貯金は、それぞれ、利息の寄付を行わない、郵貯銀行の通常貯金、通常貯蓄貯金となった。なお、民営化時点で、寄付委託金の残高が21億円あり、この資金は、郵便貯金、簡易生命保険管理機構へ承継され、 民営化後も2014年度まで国内の民間団体が行う海外援助活動に寄付されていた。この預金については通常郵便貯金とは別に預け入れが可能となっていたため通常郵便貯金の通帳一冊とは別に国際ボランティア貯金が付加された通常郵便貯金の通帳冊子の取引の利用が可能だった。通常郵便貯金には 国際ボランティア貯金専用の貯金通帳冊子が発行され、見開き面の備行欄には国際ボランティア貯金が機械印字された。なお、通常貯蓄貯金については国際ボランティア貯金専用通帳があったかどうかは不明。なお、キャッシュカードについても専用デザインが発行されていたケースもあった。預け入れ期間を定めず末置き期間経過後は随時。 払い戻しが可能な福利運用の定期性貯金である。1000円以上1000円単位の金額を預け入れし、預け入れ日から起算して6ヶ月の末置き期間経過後は自由に払い戻し請求ができ、最大10年間預け入れできる。預け入れ後3年後までは6ヶ月ごとに金利が段階的に上がっていき、利息は,は月割りの半年福利のため、 預け入れ期間と金利によっては短利型の定期預金、定期郵便貯金と比べておおむね利子額が多くなる。末置き期間中は払い戻し請求が原則できない。預け入れ時に一口の預け入れ金額を1000円、5000円、1万円、5万円、10万円、50万円、100万円、300万円の割り切れる数字から決めることで払い戻し時に 口数単位で払い戻すことが可能。商品性はそのまま、ゆうちょ銀行の定額貯金として継承されている。銀行など、預金取扱金,金融機関で、同様の特徴を持った、預金商品は、資金運用上設定するのが困難であり、郵便貯金の定期性貯金残高の多くを占めていた。1990年代以降、 末置き型定期預金などの商品名で扱っている預金取扱金,金融機関も一部ある。定額郵便貯金と集中満期定額郵便貯金は預け入れ後3年後までは6ヶ月ごとに金利が段階的に上がっていく商品であるが1980年4月から11月にかけて最高利率が過去最高となる8%となり 定額郵便貯金の預け入れは約32兆円、うち新規預け入れ額は約30兆円を記録した。このうち約3000万件、元金14兆円は満期の1990年まで預け入れがなされ、福利効果で最終利回り11.9%で約34兆円となり、この資金が郵便貯金に再預け入れなされるか、 民間金融機関や証券市場に流れるかが大きな注目を集めた。以後、2000年、2010年と、定額郵便貯金は、集中満期を迎え、その資金動向が注目を集める。郵政省貯金局と後ろ身の郵貯銀行は、1990年には v 90、V90,2000 年には v 21、V21,2010 年には、 定額貯金の金利上乗せといった戦略を立てた。なお、1990年の預け入れ限度額700万円の引上げは、定額郵便貯金の再預け入れ対策として、郵政省が大蔵省に要望した結果であった。また、2003年から2006年にかけ、定額郵便貯金の最高利率が0.06%であったものが、 2006年から2007年にかけ0.30%、0.35%、0.40%と上昇したことに伴い2016年からまた定額郵便貯金の集中満期が始まる。郵便貯金総合通帳パルルに預け入れする定額郵便貯金であり、悠々ローンの貯金担保自動貸付の対象となる。末置き期間6ヶ月。 利息は月割による半年ふくりであり、預け入れ後3年後までは6ヶ月ごとに金利が段階的に上がっていくという点は変わらないが、預金者が口数指定をすることができず、口数単位での払い戻しもできないという違いがあった。預金者が指定した日から6年以内の間、通常貯金から自動的に1000円以上1000円単位の金額を預け入れする定額郵便貯金である。 末置き期間6ヶ月、利息は月割りによる半年ふくりであり、預け入れ後3年後までは6ヶ月ごとに金利が段階的に上がっていくという点は変わらないが、預金者が口数指定をすることはできない。積立郵便貯金は、郵政民営化後も末置き期間内の預け入れは認められていたが、自動積立定額郵便貯金については、 民営開口の預け入れを取り扱わないこととなったため2007年9月分をもって全預金者の自動積み立てが終了となったゆうちょ銀行での商品性が近い商品として自動積み立て定額貯金がある2005年4月3日をもって新規契約を終了した定額郵便貯金で一括または自動積み立てにより 定額郵便貯金として預け入れし、最後の預け入れ日から6ヶ月以上10年以内の預金者が指定した月から定期的に払い戻しを行う商品であった。払い戻しには、定額型、定増型、前圧型、特定月増額系を預金者が選ぶことができた。他の定額貯金と異なり、一口の預け入れ金額は1000円のみとなっていた。2005年4月3日をもって、 新規契約を終了した定額郵便貯金で日本国債を公社で保護預かりしている預金者が利用することができた。保護預かりされている日本国債に利子のうち1000円以上1000円単位の金額について定額郵便貯金として預け入れする商品である。なお、1000円に満たない多数の金額は通常郵便貯金へ預け入れされた。 一ヶ月以上一ヶ月単位で三年以下の範囲内または四年間の預け入れ期間をあらかじめ定めて千円以上千円単位の金額を預け入れし預け入れ期間経過後に払い戻しをする民間金融機関の定期預金に相当する商品であった利息は三年定期四年定期のみ半年ふくり他は単利で計算された毎記事に元利継続 元金継続といった自動継続の設定も可能であったが、郵政民営化により自動継続の取り扱いが不可となったため、定期郵便貯金の満期日が2007年10月1日以降に迎えた場合、定期郵便貯金、郵貯銀行の定期貯金として自動継続は行われず、すべて通常郵便貯金として扱われるため注意が必要である。 郵便貯金総合通帳、パルルに預け入れする定期郵便貯金であるが、預け入れ期間は3ヶ月、6ヶ月、1年、2年、3年、4年のいずれかと制限されていた。担保定額郵便貯金同様、UU ローンの貯金担保自動貸付の対象となる。預金者が指定した日から6年以内の間、 通常貯金から自動的に1000円以上1000円単位の金額を3ヶ月、6ヶ月、1年、2年、3年、4年からあらかじめ預金者が指定した預け入れ期間で預け入れする定期郵便貯金である。民営会構の預け入れを取り扱わないこととなったため2007年9月分をもって全預金者の自動積立が終了となった。 有著銀行での商品性が近い商品として、自動積み立て定期貯金がある。預金者があらかじめ1年以上6年以内となる、満期日を定め、通常貯金から自動的に1000円以上1000円単位の、金額を満期日に満期を迎える、定期郵便貯金として預け入れしていく商品である。自動積み立て定額郵便貯金同様、民営化以降の預け入れを取り扱わないこととなった。 ため、2007年9月分をもって、全預金者の自動積み立てが終了となった。2005年4月3日をもって、新規契約を終了した、定期郵便貯金で、日本国債を公社で保護預かりしている預金者が、利用することができた。保護預かりされている、日本国債に、利子のうち1000円以上1000円単位の金額について、定期郵便貯金として預け入れする商品である。 なお、千円に満たない、多数の金額は、通常郵便貯金へ預け入れされた。常に寝たきりの状態や医師により認知症と、診断されている方で定められた条件に該当する、預金者、または、介護保険被保険者証で、要介護4.5の認定を受けている預金者のみが、預け入れできる、定期郵便貯金であり、1ヶ月以上1ヶ月単位で3年以下の、 範囲内または4年間の預け入れ期間をあらかじめ、定めて1000円以上1000円単位の金額を預け入れし、預け入れ期間経過後に払い戻しをする商品であった。預金者には、介護貯金利用者証が交付されるほか、一般の定期郵便貯金より高い金利で預け入れが、できたが、1預金者につき1000万円の、預け入れ限度額範囲以内で500万円までしか、 預け入れができなかった。なお、ゆうちょ銀行は、介護定期郵便貯金と同様のサービスを提供していないため、民営化により、介護貯金利用者証を保有していても、同様のサービスを預金者が利用することができなくなった。老齢福祉年金、障害年金、遺族年金などを受給している預金者のみが、預け入れできる一年定期郵便貯金であり、千円。 以上1000円単位の金額を預け入れし、預け入れ期間経過後に払い戻しをする商品であった。一般の定期郵便貯金より高い金利で預け入れができたが、一預金者につき1000万円の預け入れ限度額範囲内で300万円までしか預け入れができなかった。毎月1000円以上100円単位の一定金額を預け入れし、 預金者が定めた末置き期間経過後に一括して貯金を受け取るという民間金融機関の定期積み金に相当する商品であった。郵政民営化後も積立郵便貯金については民営化前に預金者が定めた末置き期間については預け入れをすることが可能であった。郵貯銀行は積立郵便貯金と同様のサービスを 提供していないため、民営化により同様のサービスを預金者が利用することができなくなった。ゆうちょ銀行での商品性が近い商品として、自動積み立て定期貯金がある。住宅の新築、購入、増改築を目的とする個人の預金者が1年以上5年以下の範囲内で、毎月5000円以上1000円単位の金額で積み立てをしていき、住宅金融公庫。 沖縄振興開発金融公庫からの住宅資金の割増収支の圧戦が受けられる積立郵便貯金であった。積立期間満了後2年間を据え置き期間とし、据え置き期間満了日の1年前から2年後の間から預金者は貸付を希望する年度を指定することができた。2007年3月31日をもって、 住宅金融公庫は廃止されたため、民営化直前期は、沖縄振興開発金融公庫の圧線のみ受けることができ、沖縄県内の住宅新築、購入、増改築の希望者のみを対象とした商品となっていた。なお、この住宅積立郵便貯金は、1000万円の預け入れ限度額とは別に最高50万円まで預け入れすることができたが、住宅新築、 購入の場合は42万円以上、住宅増改築の場合は24万円以上を積み立てる必要があった。大学、短期大学、高等専門学校、高等学校等への進学などを希望する預金者、またはそのものの親族である預金者が1年以上5年以下の範囲内で毎月1万円以上5000円単位の金額で積み立てをしていき、 国民生活金融公庫から、積立学と同額まで、教育資金の融資が受けられる、要圧戦する、積立郵便貯金であった。一預金者につき一千万円の、預け入れ限度額範囲内で二百万円までしか、預け入れができなかった。勤労者財産形成貯蓄制度により、給料やボーナスから転引きで三年以上継続して、毎月定額郵便貯金として預け入れる商品。 住み立て郵便貯金とは異なる商品となっている。一般財形に該当する財産形成定額郵便貯金、財形住宅に該当する財産形成住宅定額郵便貯金、財形年金に該当する財産形成年金定額郵便貯金があり、住宅と年金は財形貯蓄の要件を満たした場合に、丸財の範囲内で払い戻し時の利子所得の 厳選課税が非課税となる。財系年金は、支払い開始年齢到達時に、年金形式での払い戻しが可能。財系貯蓄における、民間銀行との際は、預け入れ先が、定期預金と同じ性質の、定期郵便貯金ではなく、福利運用の、定額郵便貯金であること。預け入れ可能額が、一般利用の上限1000万円に加えて、 丸材上限額と同一の最大550万円が別枠で設定され、理論上最大1550万円まで預け入れ可能となっている点が挙げられた。これに、住宅積立郵便貯金の別枠50万円を合わせると、預け入れ上限額は1600万円までとなる。民営化前までの預け入れ残高については、満期日まで優勢管理、支援機構へ承継され、 民営化後の預け入れ分は、ゆうちょ銀行の、財経定額貯金、財経住宅貯金、財経年金貯金として継続されている。定額、定期郵便貯金及び、積立郵便貯金、財産形成郵便貯金を利用している預け入れ者が、利用できる貸付制度。預け入れ元本と利息を加えた金額の9割内で、 かつ300万円以内の金額で1000円以上1000円単位の金額の貸し付けを窓口で当該通帳を提示し貸し付手続きすることで受けることができる。総合口座通帳の担保定額、定期郵便貯金に預けている場合は民間金融機関の総合口座と同じく通常貯金の残高不足時に上記所定額まで当座貸し越し形式で自動融資を受けられる。 貯金担保自動貸付制度の利用となり、預け入れ元本の9割以内で10円以上300万円以内となる。国際等振替講座を総合講座にセットしている場合は、ご順位の国際等担保自動貸付と併用可能。貸付期間は最高2年。貸付期間中に一部返済することも可能。自動貸付では通常貯金に預け入れすることで、 弁債が行われる。一回限りの貸付更新をすることで最長4年間借り続けることができたが、更新日、または満期日までに返済をしない場合は担保とされた郵便貯金は自動解約され、貸付金取利息が法定弁債される。郵政民営改善に預け入れされた定額定期郵便貯金及び積立郵便貯金は郵政管理。 支援機構へ承継されたことに伴い制度も移管され、その満期を迎えるまでは、機構の代理業務として、ゆうちょ銀行、郵便局の貯金窓口で引き続きこの制度を利用できる。ゆうちょ銀行以降の預け入れ分については、総合通帳の担保定額、定期貯金に預け入れした部分の、貯金担保自動貸し付けのみとなっている。また、財産形成郵便貯金については、 有う銀行の財産形成貯金と預け入れ額を合算して貸付対象とする財産形成貯金担保貸付が設定されている国際等振替口座に国際等を保護預かりしている預け入れ者が利用できる貸付制度預け入れ額の8割以内でかつ200万円以内の金額で1000円以上1000円単位の金額の貸付を窓口で 国債等振替口座証書を提示しかし付け手続きをすることで受けることができる。貸付期間は最高1年。貸付期間中に一部返済することも可能。1年以内に担保とした国債が償還となる場合は、償還日の7営業日前が貸付期限となる。期限までに返済をしない場合、担保とされた国債は強制的に公社、または、 承継先のゆうちょ銀行が市場価格で買い取り、貸付金取り足が法定弁済されるが市場価格によっては売却損が発生する。国際等振替口座に総合口座をセットしている場合は民間金融機関の総合口座と同じく通常貯金の残高不足時に上記所定額まで当座かし,越し形式で自動融資を受けられる。 国際当担保自動貸付制度の利用となり、預け入れ額の8割以内で10円以上200万円以内となる。同じ総合口座に貯金担保自動貸付の対象となる定期性貯金がある場合は、その貸付限度額を超過した分が、国際当担保自動自動貸付となり、一冊の通帳につき、合算で300万円以内まで自動貸付となる。 自動貸付での返済で貯金担保貸付を併用している場合は、ご順位の国際等担保自動貸付から充当される形となっている。有貯銀行では国際等振替口座証書による担保貸付は廃止され、セットされている総合口座通帳を介した国際等担保自動貸付のみとなっている。通常郵便貯金及び積立郵便貯金は、 預金者が10名以上の団体において団体取扱いを行った。通常郵便貯金には公主団体貯金とおつし団体貯金の2種類があり、公主は団体に属する者が団体代表者の名義で行う貯金、おつしは団体に属する者が団体の取りまとめ人を通じて各人の名義で行う貯金であった。一方、積立郵便貯金は 団体に属する者が団体の取りまとめ人を通じて各人の名義で行う方法のみがあった。第二次世界大戦期に預け入れされた郵便貯金も存在する。これらは引き上げ時の混乱により通帳が手元にない名義人の高齢化や死去、手続きの煩雑さなどの問題が重なり約1870万口座が休眠口座状態となっているが、 民法161条を順用して消滅事項の進行が停止している扱いとなり、再建は消滅しておらず、貯金原簿にも残っている。1978年8月1日の郵便貯金オンラインシステム開始以来、日本全国の郵便局 ATM をオンラインで結ぶ専用専門が整備されてきた。このオンラインシステムは、 貯金事務計算センターと貯金事務センター、郵便局、ATM を専用専門で結んでいる。かつては、離島や山間部などを中心に電話回線の数が不足していて、オンライン端末機、CTM を設置していないオフライン郵便局が数多く存在したが、2005年3月31日をもって、奈良県東の川上郵便局が廃止、 山形県的場下に郵便局が一時閉鎖されたため、民営化時点ではすべての郵便局がオンラインで結ばれていた。CTM の故障時や通信異常時などは特別措置として通帳の入出金や振り込みはオフライン扱いで回転式金額スタンプ代用など手動により一時的に行う手法が民営化以前には存在した。しかし、民営化以は そのような措置は行われず、故障対策として、CTM を2台以上置くことや、窓口業務の一時休止などで対応する。よって、手動扱いで入出金する業務は、臨時の場合も含めて廃止されたと言ってもいい。初代ゆうちゃんの描かれた、温度計古い看板に残された初代ゆうちゃん、郵便貯金には、リスの、ゆうちゃんというイメージキャラクターが存在した。 1962年11月に、郵政省職員デザインによる初代の、ゆうちゃんが制定され、1990年5月には、サンリオデザインによる二代目の、ゆうちゃんが制定され、郵政省、総務省、公社と組織が変わっても、郵便貯金イメージキャラクターとして郵便局などで、見かけることができた。しかし、郵政民営化により郵便貯金が廃止されると、 同時にイメージキャラクターの、ゆうちゃんも、使用不可となった。郵便貯金法第4条により、日本郵政公社は、郵便貯金の普及のため、の周知た、宣伝必要な施設を設置した。これらは、郵便貯金会館、郵便貯金地域文化活動支援施設、郵便貯金総合保養施設と称された。ありがとうございます。